サブリーダー。サブリーダー。サブリーダー。そこは大事なところ。大事なところ。平見部とは人気女性キャスターが映画を語り合う番組です。冴えない高一の昇が幼なじみの先輩から頼まれたのは、同学年の百瀬という女子と嘘の恋人になること。奔放な百瀬の行動に戸惑いながらも、引きつけられずにはいられない昇。嘘で始まった二人の恋の行方は、苦しくて愛おしい青春映画、百瀬、こっちを向いて。主演の百瀬さんを演じたのが早見あかりさん、はい、もう監督がもうこの子だっていう何かあったっていうのをお聞きしたんですけど、そのこの企画を始まって脚本を作っていく、まあ、中でイメージするキャストの人、イメージする女優さんみたいなのをなんとなく考えながら本を作っていく過程で、どういう人がいいかなっていうふうに考えた時に、なんとなくこう男の子を振り回すような元気さと、あと、まあ一つ、まあ絶対的に可愛くなきゃいけないっていうのと、あととはいえちょっとこう悲しい感じ、悲しさがあるみたいな、なんとなくこうアンバランスなものをうちに秘めてるみたいな子がいいなと思って。特にももクロファンだったとかそういうわけではないんです。今あえて言わなかったんですけど、ももクロの歴史を知ってるので、特に今ちょっと思い出はある。やっぱりそこもあったんですね。サブメンバーでいたんですよね。サブリーダー。サブリーダー。そこは大事なところ。大事なところ。サブリーダーですよね。サブリーダーでずっと MC で回してました。すいません。すごい、ね、結構重要なメンバーだって、まあ、みんな重要なんですけど、その中でもやっぱりファンがすごいたくさんいて、惜しまれつつも引退ということだったから、ももクロの話ですね。あ、そうです。すいません。いい話ございました、ね、すいません、はい、その後 Z がついたんですよね。そうですね、っていう、なんかそのまだ若いんで、若い役者さんにこうお芝居でそういうのを全部表現するっていうこと以上の、その人の持ってるそのパーソナリティみたいなことが出るといいなとちょっと思って。でも確かに早見あかりちゃんって、なんだろう、普通の日本人の女の子のはずなんだけど、どっか西洋風の顔立ちに見えるし、まあ、あのスタイルとか佇まいもなんか浮世離れした感じの雰囲気を漂わせているから、今回のこのちょっと突飛もない役ぴったりでしたよね。ミステリアスな感じはしましたね。ミステリアスガールですよ。世代ですか。ごめんなさい。ちょっと年下 OK。 あ、OK OK。 ちょっとまた追い詰まれたよね。追い詰められたって言ってる監督がなんか嬉しそうなんですけど、監督だってなんか主人公のことちょっと被るんじゃない、その強気なグイグイ来る女の子にやられちゃうタイプなんじゃない。実際タイプはそういった子なんですかね。そう、ね、振り回されたいっていうのは、まあちょっとありますよね。男の人の願望っていうのもすごくこの映画に詰まってるような、そこの部分でも、そう、ね、映像の部分でもそうだし、なんとなくこの行動とかもそんな感じがしましたね。女性としてどうでした、それは。女性として、あ、男の人ってこういう風に感じてるんだっていうのをちょっとこの映画では、あ、こういう、だからさっきの、あ、こういう部分に男の人の目のこうフォーカスがいってるんだっていうのを感じたのと、あと今回のは高校生なんだけどみんな大人な感じがしました。なんか大人がイメージする高校生のこう素敵な思い出っていう、だからどっちかというとファンタジーになってくるような昔の記憶だからこそちょっとだけこう美化されてるような、でも初恋ってそういうもので ありたいなっていう思いが込められてるのかなと。またなんかあの高校生の、自分が高校生だった頃って先輩ってすっごい大人に見えるじゃないですか。で今回もその先輩の頼みであの付き合うことになったとか、いろいろ先輩がすごい大人びて見えたんですね。でそれってなんか等身大の昇からしたらやっぱそういう風に見えてたのかなって。女の先輩って憧れの対象であって、やっぱ幼なじみでも先輩は先輩で、でなんかやっぱりフレッシュさ、1年生の百瀬と昇はフレッシュさがある中に、あのなんかやっぱ大人に感じるのかなって、ね、大人が見た高校生っていう、うん、こうちょっと美化したデフォルメがすごくある感じ、自分以外は。でもあの状況って
今時の高校生ぐらいでやれちゃうもんなのっていうのがすごい状況ですよね、割と。あの中年のおじさんとかがあの行動を取るならわかるんだけどっていうぐらいに、なんかへーって思いましたね。ここがね、普通の恋愛、ピュアな恋愛映画とは違うところなんですよね。うんうんうん、入り口は割とね、まあ、よくあるって言っちゃうとあれですけど、なんか女子好きする恋愛ストーリーなのかなと思って見始めたら、カップルで見に行って初めてのデートで見に行くみたいな印象がありましたけど、うん、割と関係の設定は結構なね、珍しい感じですね。大人な恋愛も入ってくるなと思いました。大人のお客さんが見て感じる部分は多いと思います。まあ言ってみれば三角関係というか四角関係というか、そういう話になって、純粋に好き同士で付き合ってうまくいってみたいな、そういう単純な話じゃないですもん ね。主役の早見あかりちゃんのようなことって女子的には取れるものなの、ああいう行動ってって思ったので、それは聞いてみたい、ね、え、取ってました高校生の時にすごい質問するわね。なんか振り回すっていうか転がすみたいなことって。次回をお楽しみに。